ディネルソン・ラメット・エルナンデスは、ドミニカ共和国サンティアゴ州サンティアゴ・デロス・カバリエロス、出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のサンディエゴ・パドレス所属。愛称は、エル・フラーコ。2012年にフィラデルフィア・フィリーズと契約するところだったが、書類に問題があったため無効となった。その後、2014年にサンディエゴ・パドレスと契約して、プロ入り。契約後、 参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグパドレスでプロデビュー。2試合に登板して、防御率2.25、8奪三振を記録した。2015年は A 級フォートウェイインティンキャップスでプレーし、26試合に登板して5勝8敗、防御率2.99、120奪三振を記録した。2016年は A 級レイクエルシノアストーム。 AAQ サンアントニオミッションズ、トリプル AQ エルパソチュワワズでプレーし、3球団合計で28試合に先発登板して12勝10敗、防御率3.00、158奪三振を記録した。2017年は開幕からトリプル AQ エルパソでプレーし、8試合に登板して3勝2敗、防御率3.23、50奪三振を記録した。月日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のニューヨークメッツ戦にて先発でメジャーデビューすると5回1失点の投球で初登板初勝利を飾った。2018年はトミー・ジョン手術を受けたためシーズンを棒に振った。2019年7月にメジャー復帰した。スライダーとフォーシームを主体としており、他にはツーシーム稀にチェンジアップを投げる。 ありがとうございます。